チャオ、あっちゃんです。今日の、あっちゃん家の晩ご飯は、鶏すき焼きと人参しりしり、チョで食べましょう。チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃん家の晩ご飯、すき焼きいただきます。ちょっとね、今日はあれやったんですよ。お鍋はね、子供が入ってね、こっちはちょっとね、器に入れて、ね、今日ちょっとね、あと用事があってね、実家帰ってたよ、ちょっと緊急の用事でね、急に行かなおうなって言ってきて、なんかね、まあ緊急関係ないんだけども、うちのご近所のおばちゃんが亡くなったりってね、あとすごいちっちゃい時から世話になってて、寮もちっちゃい時に夜遊び行かしてもらったお家やねん、びっくりした。まだ若いのに76?6?5? 6? 5? あっちゃんに、で、20歳上の人だね。すごい強いの、おばちゃんね。見た目すごい若いの。あ、こう見える人だね。まだね、でもこっち引っ越してきてから思ったことはあったんだよ。今ここにいた時に、ちょっと引っ越ししてなーって喋っとってよ。見えてたなみたいな、びっくりしてた。今日お葬式やったらしい。さっき終わったとこや、父ちゃんが言ってたから、びっくりしたわ。お母ちゃんがらへんかったね、ショートステイで。お母ちゃんとは会えへんかったね。本当じゃん、ちょっと喋っとってね。肩こりから歯が痛くてね、ちょっと荷物を打ったついでにいろいろ持ってくるんやん。これもね、いるもんあったから持ってきて、またあちゃん持ってきたもん、裏チャンネルの方で紹介します。
うちの裏山の太い木があって、まあまあ樹齢何百年ちゃうかな、太い木があってんけど、ここにツタかツルかなんか巻いて、ここからなんか変な宿り木ができて、上の方が重なったからじゃん、途中で折れて道塞いどったんやって。で、裏山を管理する人がないから、お父ちゃんが支援層でちょっとつまみ聞きして返してたらしい。木をね、利用して燃やしてたやって、大変やったわ。うん、思うとってできへんし、でも折れて、途中から折れてえらいことになってんだけど、業者の人も、林業の人にやってもらわなあかんわ。そんなもんね、うちの土地じゃないねんけど、お父ちゃんやっぱり、でも誰も管理する人がいいから、自分からね、仕事作って動くしては、こっちの管理人みたいなのね、土地の持ち主おらへんね、こっちに。私亡くなってね、子供が管理したから言ってんけど、また行きますよ、それでしまいや。で、何話しようかよ。ケーキ美味しい。こんな感じね。そう。ちょっとね。痛くなった。変わらんね、オーダーはね。良くも悪くも、なんだ変わらへん、マジ。美味しいな。中身じゃん、味噌汁。ね、赤味噌は美味しいね。中味噌しか田舎味噌ない。今日朝からお買い物行ってきて、で忘れとってんけど、明日あっちゃん予定入っとったんよ。ちょっと明日出かけなあかん。時間何時やったかよ、忘れた。何でもいいけど、
系が入っとってね。うまいわ。まあね。まあやれることをやって、やらないことやってね。ね。明日の予定が終わったら、今月はそんなに予定がなかったかな。これでいいのは明日、明後日はもう見とおか。ネイルチェンジ。見納めです。今回結構ね、マグネットネイルでおとなしめにしたい。すごいね、綺麗な爪してるからね。うん、気に入ってはないけどね。まあ、毎回大体ね、気に入ってんねんけどね。これもいらんわーって失敗したなーって、で次回もね、早起きやへんかなーって思ったことはない。大体帰る前になったら、もうちょっとこのまでいたいなって、正直ね、何度かは早変えたいなってこの値段ちょっと嫌やなっていう時もあった。でも最近はね、のことはない。結構ね、ネイリストさんにお任せとかおすすめとかやんねんけどね、やっぱりね、変な話、派手なネイルしてたけど、派手なネイルシックな方がね、飽きがけえへん。これね、お父ちゃんも言うとね、車ね、スポーツカーとかみたいな派手な車乗るとすぐ飽きるって。で、派手さはないけど普通の車を買うと飽きひんねん。確かにそうかも。確かにそれはあるかも。ほら、まあ、地味というか、ね、こういうシックで綺麗な、まあシンプルなのがええのかも。で、やっぱ模型もやし、キッチンもせえし、手が映る仕事やから、今回綺麗に職人化したことないもん。で、やっぱりね、お金払うときもレジの人とコミュニケーションになるの。綺麗な手しますねって言ってくれるの。なんかね、病院の受付さんとか、うん、私ら仕事上できへんから、で、他の病院やってできるとかないと、うちの病院ダメなんじゃないって。で、そうかと思ったらね、うん、すごい派手なネイルしててやってる病院もあんねん。前にね、ミキちゃんが入院してた時に、看護師さんがすごく可愛いネイルしてて、入院病棟にね、そんな人もいてたけどね。で、訪問で来てくれたしもネイルしてたしも、でもできへんしもん。前にね、食べ物の演技してる人がいてね。で、結構ね、あっちゃんの行くネイルサロンで、ね、看護師さん行ってんのよ。で、看護師さんで、あんまり派手なことしたらあかんねん言ってながら、結構毎回攻めてる人が横におったよ。なんか何回かね、こんな痛みるんだね。言われへんけどね。いろんなびっくりするような職業の人もいてんの。ちょっとびっくりした人がおった。これはちょっと言いたいねんけど言ったらあかんねん。なんかネイルサロンの人見てるの動画見てくれてるし、ね、あんま言わんとこ。あいつは YouTuber やから自由やけど、あん
まにね、大きい石つけるとなんか模型とかさ、傷つけたからね、うん、料理の時ね、そんなに邪魔ない。魚さばく時にめちゃくちゃでっかい石つけた時に魚さばいたけど、邪魔ないんだね。意外といけるもんやな。よう使っとんの、よう使っとんの、おいしい、うん、あっちも好き。じゃあ、あっちも大好き。大好き。で、これをな、薄切りにしてな、生姜乗せてから食べるんですけど、古漬けに生姜を乗せてね、おばあちゃんがしたらしてたね、酸っぱになった古漬けに生姜乗せんねんけど、めちゃくちゃうまい。こんな感じでね、今日はね、あっちゃんのね、予定をね、先に言っちゃうとね、ストーカーみたいな人がおるからね、来られたら嫌だね。予定は言わないけど、一応報告に、ね、昔はね、なっちゃんいつどこどこから来てねーって言ってたよ。変な人がおらんかったからね。ちょっとやばいからね、気をつけないとね。食べちゃえ、うん、奈良のね、お米とか海がちょっと少なくなってきてる、うん、お水は1人2箱までで、とか1箱までっていうお店が出てきて、お米がね、いつまにの鏡ちゃえって書いてたまにね、お水が出てきたわ。主食がなくなるのは辛いよね。まあ美味しかった。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯は、鶏のすき焼き。美味しかったです。今日のあっちゃんちの晩ご飯良かったよと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。しかった。